ライアン ST シリーズイプと -16 ライアン ST は、ライアンエアロノーティカルが1930年代より製造したタンデム複座の低翼式炭容器。民間での娯楽、あるいは飛行学校や各国の軍隊で練習機として使用された。なお本機には多数の使用、派生型が存在するが、まとめて本校にて扱う。 ST の軍用練習機型である PT-22 リクルートの全部コックピット、機体設計者の T クロード・ライアンは、チャールズ・リンドバーグの大西洋横断で有名な、スピリット・オブ・セント・ルイス号を制作したライアン、エアライナーズの創設者であった。ライアン・エアライナーズはライアンが創始した、最初の会社で、ライアン・エアロノーティカルはライアンが立ち上げに関わり、 彼の名を冠した4番目の会社であった。ライアンは1933年に、同社での最初の設計機として、ST の開発を開始した。ST とは、スポーツトレーナーの当時語である。ST は、金属製、セミモノコックの胴体に開放式の、タンデム複ザコックピットを備えていた。胴体は、主翼下駄の荷重を支える2つのメインフレームと別の6つの、 フレームからなり、メインフレームの内一方は、構成、他方は、鋼とアルミニウム合金を半分ずつ含んでいた。その他のフレーム及び外角は、アルクラッド製であった。内翼前円の桁は単純な管であり、外翼との境目付近で、胴体上部に一端を固定された外部の支柱と、接続していた。内翼後円の桁は、トラス状構造を有していた。 一方、外翼部の桁は、頭皮の厚板から作成された。小骨は、アルクラッドをせいで、翼のひねれを防ぐために桁に対し斜め方向にも、支持棒が組み込まれた。前縁部の外皮はアルクラッド、その他の部分は、布の奪りであった。また、外翼は、固定脚式の膠着装置と、胴体上部に固定された複数の挑戦で指示された。 まず最初に5機の ST が製作された。続いて、エンジンをアップグレードした STA が開発された。STA の A はエアロバティックスに由来する。また、同時期に STB と呼ばれた短座の機体が1機、製作されている。これは撤去した全部コックピットに燃料層を搭載したものであるが、後に STA 標準仕様に戻された。 その後 STA のエンジンをさらに強力なものにした STA スペシャルが生まれた。1937年 STA スペシャルは軍用型である STM シリーズへと発展する。STM ではパイロットがパラシュートを装着したまま出入りしやすいようにコックピット内部が広く改装された。また一部では機関銃の搭載を想定していた。 一丁の機関銃で武装したタンザの STM-2P など STM の核派生型は中華民国やオランダ領東、インドへと送られた。なお、STMS には通常の車輪式膠着装置を浮き式膠着装置に乾燥し水蒸気とすることが可能であった。STM の後、1941年に ST-3 が製作された。これは、 本質的に再設計であり、信頼性に劣るメノスコ射精エンジンの感想を意図したものでもあった。ST-3 の開発はアメリカ陸軍航空隊の要求に橋を発する。u ジ i c は数十機の STM 発生計を購入し、様々な正式番号の下で試験運用を行ったが、この間にライアンエアロノーティカルへ一部の機体の エンジンを、キナ R-440 へと換装させていた。陸軍は、この換装が成功であったことを確認すると、R-440 を、標準エンジンとし、運用中に得られた、いくつかの要求を取り入れた改良型の設計を、同社に依頼したのである。ST-3 の胴体は、従来より長く、断面はより広い円形になった。 これは R-440 が星型エンジンのためである。また、方向打の再設計、補助翼と昇降打のバランス調整、加えて、膠着装置の身長と機関の拡張が行われた。なお、それまでの ST シリーズで見られた流線型の車輪王位は、この際に撤去されている。ST-3 は陸軍を呼び、アメリカ海軍から発注された。 軍用 ST の基本型となった。1941年から1942年初頭にかけて ST-3 を元とした ST-3KR が開発された。ST-3KR は R-440 よりも強力な機能 R-5 を搭載し、最多量産型となった。第二次世界大戦中には1000機以上が生産されている。 ST の最終型は ST-4 で、これは戦時下の資材枯渇に備えて ST-3 の胴体を木製とした派生型であったが、そのような事態は急に終わったため量産には至らなかった。飛行中の PT-20 最初の ST は1934年6月8日に初飛行を行っている。翌年から生産が始まり、旧機が納入された。 46機が生産された1937年を除く数年間の生産率は低く2週間に1機程度の割合であった。この状況が変わるのは軍事需要が高まった1940年に入ってからである。同年の生産は1週間に3機にまでペースアップした。アメリカが 第二次世界大戦に参戦するまでに生産された ST の派生型は315機であるが、総生産数1568機のうち1253機は、戦時下の1942年から1943年にかけて製造されており、いずれも軍用であった。民間向け ST は主にアメリカ国内で販売されたが、ごく少数が南アフリカ、オーストラリア、 南アメリカ諸国へと輸出されている。1939年にユージックが1機の STA を評価試験用に購入し、XPT-16 の正式番号を与えた。続いてイプと -16 として15機が納入されたが、これは陸軍航空隊発の単用練習機の発注であった。これらが先弁となり、ユージックとその後ろ身である。 アメリカ陸軍航空軍及び USN において1000機以上の ST 派生型が使用されることになる。アメリカが第二次世界大戦に参加する以前の1930年代から1940年代初頭にかけ少なくない数の STM が様々な国の軍隊に向けて輸出された。最多の欧入先はオランダ領東インドであった。 1940年と1941年、初頭に同植民地の陸、海軍は84機の STM-2 と24機の STMS-2 を受領している。また、計50機の STM-2E と STM-2P が中華民国に、その他の機体が、ボリビア、エクアドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグアへ輸出された。 日本軍のオランダ領東インド侵攻後、オランダ軍の多数の ST 派生型が実戦参加を余儀なくされ主に偵察任務に従事したが、多くは撃墜されるか地上で破壊されてしまった。ジャワ島のカリジャジ飛行場では2機の PT-20 が日本軍に露覚され調査を受けている。日本軍に露覚されず、オーストラリアへ逃げることができた STM-2 と、 STMS2 のうち34機は、オーストラリア空軍の練習機として働いた。対戦後まで残存した機体の多くは、オーストラリアや、別の地域で民間機として登録され、その一部は、製造から70年を経た現在もなお飛び続けている。u ジ i c ウソ、so、フ PT-22、リクルート USN 諸原性能。ありがとうございます。